750メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。繰り返します。午後7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。NHK 今日のニュース、まず主な項目です。滋賀県彦根市の交番で警察官が19歳の巡査に拳銃で撃たれて死亡した事件で、交番内の当時の様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。警察は事件の経緯を詳しく調べています。大分県中津市で起きた土砂崩れの現場で今日午後新たに1人が遺体で見つかりました。警察は行方がわからない5人の女性のうちの1人とみて調べています。51年前、順天堂大学の付属の委員で生まれたばかりの時に取り違えられた男性が NHK の取材に応じました。サッカー日本代表の西野朗新監督は就任会見で、2ヶ月後に迫ったワールドカップロシア大会に向け、結束して1次リーグを突破する力を見せたいと意気込みを示しました。地域の安全を守る警察官の強行に衝撃が走りました。滋賀県彦根市の交番で警察官が拳銃で撃たれて死亡し、19歳の巡査が殺人の疑いで逮捕された事件で、交番内の当時の様子が防犯カメラに映っていたことが警察への取材で分かりました。警察は映像を解析し、事件直前の2人のやり取りなど詳しい経緯を調べています。昨夜9時前、滋賀県彦根市の川瀬駅前交番で、この交番に勤務する井本明巡査部長41歳が拳銃で撃たれて倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。警察は昨日一緒に勤務していて行方がわからなくなっていた19歳の巡査が昨夜8時前に交番の中で巡査部長の頭や背中を拳銃で撃って殺害したとして、今朝殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し間違いありませんと容疑を認めているということです。